はい、ということで、はい、今から美容室行く。美容室、イメチェン。2人とも同じ時間に予約して、うん、で、違う美容室に行くっていう。そう。でも2人とも、あれでしょ、原宿。原宿だから一緒に行って。そうそうそう、うん、俺もこんな伸びた、あ、やばいよ。やばいね、行かなすぎでしょ、美容室。2ヶ月？何ヶ月行ったの？ 2 ヶ月じゃない？私もエクステをちょっとね、変えてこようかなと思って。ね、だから、お互い結構変わんじゃん。変わる。私もでも言うて2ヶ月ぐらい撮ってない。美容室行って、で、その後ご飯食べる。うん、友人企画です。そうです。何するんですか？最後のロングだからね。あ、そっか。レッツゴー。レッツゴー。おう、おう。やばいよってことは原宿来たんで。原宿着きました。これ見て、最近買ったアイテムで一番いいもの、日傘っていうものです。これめっちゃいいよ。日傘っていうものめっちゃいいです。日傘っていうものおすすめ。うん、涼しい。暑いけどな。暑いよマジで。じゃあ美容室行きます。私反対側なんで、うん、ではアリュー。アリュー。アリュー。あ、危ねえ。大丈夫？では行くか。いや、疲れ。フライドポテト。俺はコウちゃん。え、よくないでも似合ってるよ。なんだ？めっちゃなんかイケメンになった。え、いいやん、萌ちゃん。いい感じ？俺コウちゃん。え、コウくんもこっちの方が全然いいよ。なんだ？うまいと思う、カット。なんかイケメン。私もね、変えないで暗くして。めっちゃいいよ。ついにエクステを取りました。ね、ついにね。うん。めっちゃね。なんか毛量減って、なんか爽やかに見えるよ、萌ちゃん。ほんと？私暗い方がね、なんか顔がはっきり見えていい、個人的には。漏れてるね。漏れてる？めっちゃ漏れてる。でもさ、写真なんだろう、動画映えはさ、暗い方だよね。あ、わかるわかる。なんか平野カレーの動画出すときさ、髪の毛染め暗くしたばっかで、そうだ。なんかめっちゃ可愛いって褒められた、みんなに。めっちゃいいよ。これ無加工だからね。え、それはさ、無加工ビデオカメラ。そう、YouTube は。めっちゃ漏れてる。うん、ありがとうございます。でですね、私はね、うん、あのお土産も買ってって、え、これポップコーン。え、いいの？これガチポップコーン。そう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 。ありがとう。ほら、え、美味しそう。こういうやつね。レディ。そう、これを3種類買ったから、これはまあ帰ってたよ。昔めちゃめちゃ有名なんだよ。え、そうなの？私が高1ぐらいの時。まあいろいろ買ったよ。どら焼き。え、美味しそう。こんなん売ってた？そうそう、売ってた。なんかいつもと違くて、ほら、ご飯、のどぐろご飯の炊き込みご飯のやつとか、しば漬けポテチとか、私が好きそうだよね。そうそうそう。まあ、あとは、マイクマートと見合わせがやつか。スリーコインで買い物して、で、ここ来てて。ご飯系とかして。そう。どうしようかね、夜ご飯。夜ご飯どうする？なんかパスタ食べようかなと思って。探す？うん。東京タラコスパゲティが近くにありますけど。原宿の。原宿にそういえばできたんだよ。そうそうそう。そうだ、近いんだって。近いみたい。せっかくならさ、新しいとこがいいよね。どこがいいんだろうね。3コインズで買ったスポンジ、これずっと使ってる気がするわ。あとこれ万能スパイス唐辛子、ご飯にかけるとうまい唐辛子らしい。珍しい。これは3コインズこの間買ってきた、あの、うん、これグリーンティーの、家に2つある。あ、これいい匂いする。いい匂いで、もう1個だった。何？あと落とし系もさっき一つ話して、あのランチョンマット、なんかランチョンマット引いた方がやっぱ映えるなって最近思ってきた。それは入れてる、ね、ストロベリー、チーズ、キャラメル、うん、
これ美味しいよ、しばらく。うまい、ちょっと食べよう。えらい、俺、思ったよりのキャベツっぽいよ。ん、うん、あ、うまい。なんか、すっぱのやつより似てない。これうまいよ。うん、食べたい。どれから食べる。チーズ。チーズだけ。うん、いただきます。3個食べます。はい。うん、おいしい。うん、うわ、映画館。味濃いね。味濃い。チーズが思ったより強い。うん、めっちゃチーズだよ。あ、うまい、うまい。これも食べて、映画みたい。え、めっちゃ最高やんけ。うん、甘いの食べる。プル食べる。トリプルベリーキャラメルクリスピー。うん、これ美味しいよ。いっぱい食べな。今日まで。今日まではやばい。さすがに食べきれなそう。うん、うまっ、うん、うまっ、うますぎ。うん、うん、あ、美味しいけど。うん、甘っちい。これはゲーム食べる。うん、いただく。これキャラメル。普通にキャラメル好き。あ、いっぱい食べてない。うん、うん、あ、うん、うん、うん、これの酸味のない場合は濃いよ。うん、あれがめちゃくちゃ濃い。あ、香ばしくてうまい、キャラメルの。うん、どれが一番好き？あ、これかな、それがいい。本当はチーズ。もえちゃんチーズ好きやね。うん、あれパクチーも美味しい。カラメルも美味しい。俺、ポップコーン甘いのが好きかも。え、そうなの？めっちゃ甘いのが好き。今もちっちゃい頃はバター醤油のみ。なんだよ、あれ塩かバター醤油。うん、昔流行ってたやつ食べれて嬉しい。はい、じゃあということで、うん、イメチェン、うん、イメチェン動画、うん、イメチェンできたのかな。もう小山くんはちょっと変わった、短くなった。もう俺さ、いつも来たらこんなんじゃない。まあ、確かに、でも、ね、今回はね、いいよ、やっぱいい、うん、お前ちゃんもだいぶ変わった。うん、変わったね。エクステラになってさ、ちょっとさっぱりした。ということで、うん、はい、イメチェン、イメチェンっていうか普通に原宿デートや、うん、料理がうまかったよね。あ、とにかく全然取れなかったけど、ウニクリームソースが一番うまくて、うん、あれが結構思い出。嬉しかったね。はい、じゃあさよなら。さよなら。え、危ねえ。まるちゃん、まるちゃん。